はい、こんにちは。先日のことですけども、この川崎幼稚園のところでね、バスの中で園児が置き去りになってでお亡くなりになったということがあったんですけども、今ね記者会見してるんですけども、なぜかね副園長がね時々笑いながらこう答えているということで、ちょっとまあ場が混乱してるみたいですね。どうしちゃったんでしょうかね、この園長さんね。で、副園長が女性の方で、園長先生がどうもね園児の校舎を確認しなかったまま下車して戸を閉めたらしいんですよ。なんかその病院の用事があって、まあ、確認するのがもう、煩わしかったというふうなね発言をしてますけども、でも前回はきちんといつも確認してますよみたいなことを言われてたんですけどもね、ちょっとまあ現場はかなり混乱していて、なぜかまた副園長が楽しそうに笑っているというところがね、あの声も入ってますし、もうなんかどうなってんでしょうねこれはね。まだ記者会見続いてますんで、よろしかったら URL からクリックしてご参加ご確認お願いします。